こんにちは、アイです。今日は夏の終わりにつくつく胞子というお話です。今青春18切符使って千葉の海に来てるんですが、あと多分5分くらいで海岸の線のところにたどり着くかなと思っているんですが、なんか最後歩いてるとつくつく胞子が今鳴いてるのが聞こえて、あ、夏も終わりだなってちょっと感じました。で、夏の終わりっていうと、夏休みの終わりっていうか、この時期っていうのは子どもの頃夏休みの宿題を最後ギリギリになってやっていたりだとか、初めに片付けるのはサクサクとできるやつは終わらすタイプなんですけど、なんか自由研究とか図画工作的な何かを仕上げるみたいなのになると、いろいろ考えて考えて結局なんか実際に作り出したり最後こうまとめたりするのは最後の方にやってたなみたいな記憶があります。これを聞いてる皆さんはどちらのタイプだったでしょうか。で、このなんか感覚って大人になっても変わんないなって思うんですが、なんかとりあえずやることはやるんだけど、なぜかこうもうギリギリになんないとエンジンがかからないというか、なんかそういうのはあまり変わってないななんて思います。で、ギリギリでとりあえず間に合うというか、そういう感じでいるんだけど、以前ちょっとスウェーデンでもう誰もいないようなバス停で1時間に1本のバスに乗り遅れそうになった時に、あ、もう少し早めにやればよかった、行動すればよかったってもう本当に思ってたのに、今日もちょっと午後から来たり電車に乗るっていう旅をやってたりして、本当にいつになったら治るんだろうみたいな感じではあります。で、今こう歩いてるうちに海が見えて、8月の20日以降なので多分海水浴場はもう終わって、であまり観光客とかいないのかなと思うんですが、さっき駐車場のとこにも車が数台しか止まってなかったので、すごく時期的には良かったかなと思います。昔房総の海に来た時はすごい観光客がいっぱいだった気がするんですが、多分この海はあまり駅前とかも人がいなくて、ちょっとすごく穴場的な感じで良かったかなって思います。この BGM で波の音が聞こえたら出たらいいなと思います。右を見たらなんかちょっと高台みたいなところに大きな像が見えて、ちょっと何の像かちょっとここからははっきりとは見えないんですが、あと左の方もなんかぐるっとこう弓状になってて、山がせり出てて、で目の前にはこれはちょっとあんまり地理得意じゃないんで、よくあれの間違ってたら申し訳ないんですが、東京湾の反対側が見えるのかなみたいな感じです。すごくビルが密集してるようなところが東京都内なのかなと思ったり、でも本当に地理めちゃくちゃできない方なんで違ったらですが、なんか船とかも見えるし、本当今日は晴天で今太陽が目の前にあって、
遠くの方に雲が見えるぐらい、こうちょっと入道雲ではないけど、あの夏らしい雲がいくつかポカポカ浮いてる、そんなめちゃくちゃ気持ちいい青い空と青い海で、キラキラと太陽が水の面にこうキラキラ輝いてる、そんな感じの景色が今広がっています。本当にここの海水浴場、今見渡す限り 4,5 人しか人がいなくって、本当にあののんびりできそうなので、ちょっと次の電車の時間とかを見ながらのんびり過ごそうと思います。ということで今日は青春18切符を使って3回目の旅というお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。